こんばんは。連日のリップル騒動ですけども、今日は財布の方から公式アナウンスがございました。ちょっと読まさせていただきます。 XRP およびリップル社の報道について、日頃より財布エクスチェンジをご利用いただきましてありがとうございます。米証券、取引委員会 SEC が暗号資産 XRP の運営会社であるリップル社と同社幹部を2020年12月23日付で提訴したとの発表があり、それに関連し日本の一部の暗号資産交換業者が XRP を市場価格より安く仕入れるインセンティブを受け取っているという趣旨の報道がなされていますが、当社には一切関係がなく、サービス開始以来一度も XRP を取り扱ったことはございません。今後とも財布エクスチェンジをどうぞよろしくお願いしますということですね。まあ今までコインチェックとかね、あとはどこでしたっけ、忘れました。まあ3社をね紹介してきたんですけども、公式アナウンスをそれぞれね、 XRP のそういったずるいというかね、インセンティブ受けての購入はないですよってことでございました。ということで結構ね、透明性がこれで測れているところもあるし、一部には何らかのインセンティブが働いているんじゃないかという見方もあるし、まあなんかそれぞれですね。まあ今のところ公式放送の中では XRP については特にね、疑念がないということで捉えられておりますし、取引があるところは取引をやめるつもりはないよっていうことでしたね。で、一時期はね、20円台の中頃まで落ちていったんですけども、現在は35円まで回復していって、やっぱりね30円切った価格で買えた方はちょっとラッキーだったのかなっていうところですよね。ただし決済をいつにするかは重要なポイントになりますので、これからも XRP のね価格には要注意でございます。というよりもこんなことがなくったって、まあ価格には要注意ですよね。投資なんですから、特に暗号通貨ですからね。ということで本日は以上です。皆さんね、ワクワクしながら暗号通貨投資してみてください。